今回はですね、デノン PMA2000 のセレクタ不良を修理していきます。タイトルにある通り、ジャンクセドリは儲かるのかっていうことなんですけど、ジャンク品を買ってそれを修理して、またそれを動作品として売って、その利益を得るっていうのもジャンクセドリっていうんですけど、以前の動画でコメントをいただいて、メルカリとかヤフオクで、こういうのが売ってて、それを修理すればお小遣い稼ぎになるんじゃないですかっていうコメントをいただいたんですね。じゃあ実際に本当にそれでお小遣い稼ぎになるのかっていうのをちょっとやっていこうかなと思います。でもこの PMA2000 なんですけど、メルカリで送料込み2万5000円でした。一応音は出るんですけど、セレクターの誤作動とか、あとはボリュームですね。操作した時にノイズが乗るっていう状態で、ジャンク品にしては安い方じゃないかなと思います。音も、一応撮影前に動作チェックで、音出したんで、音出ることは出るんで、当たりっちゃ当たりなんですけど、いかんせん汚いんですよ。倉庫だったかどっかに2年ぐらい保管してあったってことですごい汚いです。こういうのも、ジャンク品あるあるなんで、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、今回やる作業内容としては、まずセレクターの清掃と、あとボリューム、これはパーツクリーナーかなんか吹けば治ると思います。一応ソースダイレクトスイッチもガリがあるんで、これも直します。で、あと全体的に掃除ですね。一応動作チェックします。やっぱりこうボリュームを動かすとノイズが出ますね。これセレクターの動作不良なんかあんまり出ないんです。一応ここ掃除しましょう。やばいな。ちょっと撮影前もっとノイズバリバリ出たんですけど、なんかいじってたらあんまノイズ出なくなっちゃいましたね。汚いんで、先に掃除ですね。あ、汚い。本当はヒートシンクとか、本当は外して洗った方がいいんですけど、ここまで時間をかけてもしょうがないんで、結局そんなに、だからその綺麗にしても、本当に、これもそうなんですけど、結構匂いついてるんですよ。もう本当にその匂いをしっかり取りたいって言うんであれば、一回全部分解して洗えるとこは洗った方がいいんですけどね。匂いなんて、中掃除して、ある程度使ってたらそのうち取れるんで、あまり気にしすぎても、しょうがないですからね。
動作チェックの時に、まあ、セレクターの動作異常は出なかったんですけど、こんだけもう黒ずんでたら、これそのうち出ますね。PMA2000 の場合なんですけど、これ一周して、セレクターが切り替わっていくタイプではないんで、向きがあります。これが、こっちの向きでつくんで、こっちの突起ですね。この突起が、この基板の、ここに合うように、組み付けていきます。これ間違えちゃうと、もう一回分解しなきゃいけないんで、ここを間違えないようにしてください。これ結構間違えやすいんですよね。ハンダ付けした後に、あって気づくときあるんで。ボリュームなんですけど、交換したり分解してメンテナンスしてもいいんですけど、めんどくさいんで、今回はパーツクリーナー吹いて終わろうと思います。まあ、常に左右のバランスおかしかったわけじゃないんで、そんなに分解しなくてもこれで治ると思います。
組み立てが終わったんで動作チェックしていきます。あと言っても撮影前にちょろっと流してたりしてたんで音出しは問題ないんですけど、音出しは問題ないんで、これで修理は完了です。でも本題の、じゃあ実際これを、まあ、メンテナンス品、まあ、中古として、売ったとしましょう。だいたい今のヤフオクとかの相場が、まあ、状態が良くて、まあ、値段がついて4万円ぐらいなんですよ。まあ、仮に、これが4万円で売れたとして、まあ、メルカリの場合だと、まあ、これメルカリで買ったんで、まあ、メルカリの場合だと、まあ、手数料 10% で4000円。まあ、送料より、まあ、送料は1600円って考えて、まあ、段ボール代とかも考えたら、まあ、2000円って考えて、最低6000円はかかるんですよ。6000円かかったんで3万4000円じゃないですか。で、今のとこ、まあ、利益が9000円。で、今回は、まあ、特に部品の交換とかはなかったんですけど、僕の場合は、コンプレッサーで、エアーがあるんで、それはお金かからないんですけど、意外とエアーダスターとかかかるんですよ。1本、500、600円するんですかね、あれ。で、しかも弱いし、やっぱコンプレッサーで比べると、使用量が多くなるんで、どうしても、それでどんどんお金がかかっていくんですね。じゃあ、それもかかって、で、まあ、9000円のその利益が、どんどん減っていくんですよ。で、今回は、その、
修理ができてよかったっていう、この1台だけにその焦点を当てて考えてるんですけど、じゃあその何台も何台もやっていくうちに、やっぱりどうしても修理できないものとか外れを引く時って絶対あるんですよね。そのリスクを考えてやると、ちょっとこの1台9000円っていうのはちょっとリスクが大きいのかなって、気がしますね。作業時間的にはだいたい2時間ぐらいだったんですよ。分解して洗って、ダメなとこ、掃除して、一回組み立て直してで2時間。動作チェックとかも含めると、3時間ぐらいかかっちゃうんですかね。3時間で、1時間だいたい3000円。時給換算で3000円なんですよ。確かに時給の換算で3000円って言ったら、いい方に聞こえるかもしれないんですけど、やっぱりこのジャンク品を買った時に直せないものを買ってしまうリスクを考えると、あんまり利益率は良くないのかなと思います。もう1台で、CD プレイヤーみたいにもう10分20分で直せるっていうんであれば全然ありなんですけど、アンプとかに関しては、やっぱどうしても作業時間が長くなってしまうんで、あんまり割に合わないんですよね。もう一つネックなことがあって、その、利益を求めて、その、何か壊れたものを買って、で、直して売るっていうことをするのに、この、古物商の許可証がいるんですね。で、これが結構ネックになってきて、これがないと基本的に、やっちゃいけないんですよ。で、多少の、多少の趣味とかで、その、メルカリとかヤフオクとかで買って、それ使って飽きたから売るっていう、年に何回かっていうのはその警察の判断にもよるんですけど、そんなに頻度がなければ、あまり言われたりはしないんですけど、その、高い頻度、その頻度のその、ちょっとわからないんですけど、基本的には、その、利益、その自分がその修理して使いたいっていうのを目的じゃなくて、修理して、それを売って利益を求めるっていう場合は、これがいるんですね。どうしてもこれがネックになっちゃうんで、これがないとダメなんで、どうしてもこれがネックになっちゃうんですよ。で、これの申請も僕はもう代行の業者に依頼して8万円も払ってないかな。そんぐらい払ったんですよ。それぐらいお金かけて、で、道具も揃えて、その壊れたものを買って、その直せないリスクも背負って、で、得られるのがこれの4万円で、もし売れたとしても、1時間あたり3000円なんですよね。その3000円からさらにその部品代なの、必要なもの、エアダスターだったり、とか、いろんなものが引かれていくんで、あまりこの、利益率良くないんですよ。確かに、やれば、お小遣いは稼げるかもしれないんですけど、リスクが高いんで、あまりおすすめしないですね。一番最悪なのが、買って直せました、売れませんでしたが一番最悪なんですよ。その在庫になっちゃうんで。それで自分で、売れなかったら自分で使えばいいやっていう感じで、やるのは、ありかなと思うんですけど、あまりこの、ジャンク修理の趣味ですか?で、利益率を求めるのは、あんまりおすすめしないですね。ここまでご視聴いただきありがとうございます。コメント返しのコーナーなんですけど、もうちょっと補足をさせてください。ジャンクセドリですね、儲からないって話なんですけど、これ僕の経験ですね。某 CD プレイヤーのジャンクを買ったんですよ。だいたい5万円ぐらいで、CD が読み込まないとか、読み込まない不安定だとか、そんな感じだったんですね、ジャンクの理由が。ピックアップの劣化だろうと思って買ったんですよ。5万円、いくらだったの ?5 万5千円ぐらいだったかな、ちょっと値段覚えてないんですけど、で、買って、届いたら、もう基板がダメだったんですね。で、その、
説明書とか、まあ、ついてたんですよ。で、それと一緒に、メーカーの修理明細書があって、基板が故障してます。基板がありませんので、修理不可能です。みたいな、書いてあったのが、それが一緒に入ってて。いや、それも、オークションの中に書いといてくれよ。説明欄に書いてくれよ。とは思いましたよ。そういうこともあるんですよ。だから、まあ、確かに、一件、まあ、1万円ぐらい利益があったとしても、その一発で5万円パーですからね。そういうこともあるんで、やっぱジャンクセドリは儲からないです。儲かるかもしれないですけど、それはごく一部の方のみですね。そういう自分が直せるものをとか、これは買っても直せないだろうかっていう見極める能力が非常に大事だと僕は思います。今回のコメントですね。東京2133。明けましておめでとうございます。相談なのですが、デノン DCD1500AE の読み込み再生をできるのですが、トレイが開きません。動画を見させていただきましたが、自分にはできなそうです。黒桜様に修理をお願いすることはできますか？コメントありがとうございます。まあ、簡単なものであれば、一応修理は、まあ、時々、依頼いただいて、まあ、やってるんですけど、ツイッターの方に、DM を送っていただければ、まあ、修理できるかできないのかっていうのと、まあ、料金、お返事いたしますので、修理の依頼がある方は、ツイッターの DM の方にお願いします。で、まあ、ここまで長々と付き合っていただいて、あれなんですけど、まあ、今回、使った、PMA2000 あるじゃないですか。僕もあれ2台、あれ2台目なんですよ。もう1台も動作実況でいつも使ってて。まあ、あれ2台目まあ、売ってもいいんですけど、まあ、売っても大した金額にはならないだろうし、まあ、それだったら、ここまで見ていただいた方に、まあ、どなたかにプレゼントしようかなと思うんで、この動画ですね、まあ、投稿した後に、まあ、Twitter で、動画出しましたよってツイートするんで、まあ、そのツイートにいいねしていただければそれで応募とさせていただきます。まあ、そうですね、期限が、今が、まあ、今編集して、もう日曜日終わったんですけど、1月29なんで、どうしようかな。そんなに応募期間長く取ってもしょうがないんで、どうしようかな。土曜日までにしましょうか。2023年2月4日までが応募期間とさせていただきます。5日の日曜日になった瞬間に、そのいいね見て、パッてこの人にあげようって言って、その人に DM 送るんで、もう今回抽選とかはしないです。まあそんなとこかな。ただちょっと結構匂いがあるんで、まあ、極力匂いは残らないようにはしておくんで、まあ、それでも欲しいっていう方がいれば、まあ、この動画出したよっていう投稿にいいねしていただければなと思います。まあ、それでは本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。